和紙を下町探偵団源さんです。今日はね、直川です。下町ちょっと変わった神社シリーズ、ここはねやっぱり同じく直川で、前紹介した柳川稲荷神社の近所にある柳川小学校で、このすぐ近くなんだけど、まあ柳川稲荷はねそこら辺なんだよね。でそのすぐ近く、このお稲荷さんの暗黙があるんだけど、あの上り、いわゆるあの神社特有の上り、赤い鳥が見えるかな、鳥じゃないや、上り見えるかな、でなんで柳川稲荷の近くにこうあって、柳川稲荷のことをまた紹介したかというとだね、ほらちょっと屋根見える、ここを管理してる人と、そこの柳川稲荷を管理してる人が本田さんっていう人で、ここら辺に住んでるわけじゃないんだけど、なんか同じ人が管理してるらしいんだよ。まあもっともここに普通に家があって敷地内にあるから、ここの人が管理してんじゃないかなと私は思うんだけど、なんかよくわかんないけど本田さんらしいよあ、今は違うのかな、今はここの人なのかな、ちょっとわからん。あのね、ここはね、畑丸稲荷神社、畑丸っていうのはね、もともと新大橋一丁目あたりが軍港で、軍港ってあの江戸幕府の軍の持ってる港ね、そこにね畑丸って船が泊まってたので、新大橋一丁目のあたりは畑っていう町だった、町名が畑だった。でまあここ二丁目だから畑では多分ないと思うんだけど、だけど畑丸っていう船は、そこら辺にあって、結構ここら辺では有名な船だったから、まあ畑丸のいろいろ功績っていうか、そういうのを称えるってことなんだろうね。で作ったみたいよ。もともとね、本当にね、塩橋一丁目の、あの、軍港の近くにあったらしいんだけど、またなんか移転してこっちへ移ったみたい。ただ、わしが言いたいのは何が不思議かっていうと、見えないよな。昔ね、中入れたんだけどね、中入れないの。なんかさ、これ家の人に言ったらあげてくれんのかな、なんかもったいなくない、ちょっと上から見ても見えないかな、まあそういうわけでなんか実は結構名前とか歴史なんかがあるんだけど、隠された幻の神社、しかもなんか家の民家になんか隠れるように鎮座してるという、そういう神社なのだ。もうちょっとさ、シャッターじゃなくてさ、なんかもうちょっと中見えるような塀だったんだけどね、もう石塀になっちゃってシャッターがあって、もうなんか全然見れないじゃん。なんかまるで本当になんか見せないようになってるがごとくっていう、そんな神社なのだ。見えないよね。まあそんなことでおしまい。今日のとこはこれでいいのだ。